本日をもって民主党の代表を辞任し、そして新代表が選出をされた後に総理大臣の職を辞することといたします。退任表明会見の翌日、菅総理が向かった先は福島でした。5年とか10年とか、あるいはさらに長い期間ですね、帰ることが難しいところもあり得るという厳しい話ですので、私の段階できちんとお伝えしておくことが、3月11日に総理大臣としていたものの責任ではないかなと、まあ、こう思って言ってきたわけです。県民にとっても本当につらい思い話をされました。この知事の言葉の背後にあるもの、総理は震災後6回の福島訪問でたくさんの避難者の方々と直接話をしてきました。本当に大変でしょうけども、できるだけ近い富岡まで来てください、はい、今はアメリカよりも遠いんですよ。全員がですね、以前の生活に戻りたい、以前の場所に帰りたいと本当に強い希望を口々に言われていました。そういう人たちの顔を思い起こすとですね、今日の報告という報告は非常に、まあ、辛い部分も率直なところありました。最後の一日までこの問題に力を注いでまいります。辞任会見でのこの言葉通り、ここ数日だけでも放射性物質による汚染対策について司令塔となる組織の設置や今後の基本方針の確定、予算支出の閣議決定、汚染された瓦礫の処理を国の責任とする法案の成立、さらに原子力行政を改革する準備室のスタート、再生可能エネルギー促進法の成立、国と地元の行政責任者らが一堂に会する復興再生協議会の初会合など、政策は着実に進んでいます。各担当大臣も現場のいろいろですね、やってくれている役所の皆さんもですね、私と一緒にですね、とにかく最後の最後までやるときまでやって、バトンを渡すところは近くに見えてきたけども、きちんと渡すまではしっかり走ってよというですね、そういう雰囲気でみんな仕事してくれてます。被災地のボランティアセンターの寄せ書きにこんな言葉を記していた菅総理。このことを総理大臣として経験し、それに対していろいろと対策を打ってきた責任者としてですね、総理という立場を辞めたからといって、一切もう責任はなくなりましたということではない。いろんな被災者の皆さんの声をですね、今度は総理という立場ではありませんが、現地にもですね、これまでと同じように時折足を運んで話を聞いて、伝えるべきところに伝えていきたいなと、こんなふうにも思ってます。これまで27回にわたってお伝えしてきたカンフル TV、 この第28話が最終回となります。このカンフル TV を見ていただいた方には、私がどんな思いを持ってどんな活動をしているのか、かなり分かっていただけたんじゃないかなと思ってます。熱心に見ていただいてきた皆さんに本当に、心からお礼を申し上げます。